おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。テスラ、マレーシアへの投資と事業拡大を発表。テスラ株は反落、マーケットの魔術師は心配している。ウォール街のストラテジストによれば、今日テスラ株を買うのは2009年にアップル株を買うようなものだという。そして今日はアンケートの結果回答と今日のコメントを最後に紹介したいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価などからチェックをしていきたいと思います。ダウですけれども、ダウは今日は少しだけ上がってますね。 35,227 ドル。そしてナスダックは少し下げておりまして 14,032 ポイント。 S&P500 もまあほぼ横ばいぐらいですかね、ほとんど変わってないですね。 4,536 ポイントとなっております。そしてテスラがどうなっているかというと、テスラはまあギリギリ260ドル台を維持しているという感じですかね。 260.02 ドルで終えています。で、NVIDIA はどうかというと、NVIDIA も下げていますね。443ドルと下げてきています。もう NVIDIA もどうですかね。もうここ最近でいくと、もうなかなか425以下っていうのが想像しにくくなってきているかなというのがあるので、今下がっているので、買うんだったら今買ってもいいかもしれませんね。はい。ではですね、まず最初に、テスラ、マレーシアへの投資と事業拡大を発表。こちらの記事を紹介したいと思います。テスラはマレーシア市場に事業を拡大する計画を発表しました。マレーシアのセランゴール州サイバージャヤに本社とサービスセンターからなる中枢拠点を設立します。そしてそこではコーポレート機能、マーケティング、トレーニング、カスタマーサポート、車両サービスを行います。マレーシアにおけるテスラの主要事業としてはモデル3、モデル Y、 そして今後はさらに多くのモデルが導入される予定です。そしてマレーシア全土において急速充電ステーション、普通充電ステーションの広大なネットワークを構築する計画を立てています。このテスラの動きはマレーシア投資通商産業省 MITI のバッテリー電気自動車グローバルリーダーズ構想への対応、そしてマレーシア投資開発省 MIDA の2018年から2023年3月までに EV とそのエコシステムに関する58のプロジェクト、262億リンギットを承認するという動きに沿うものとなります。 MIDA と通産省の関係者はテスラの投資を歓迎しています。そしてより環境に優しい未来に向けたマレーシアのビジョンに沿うものだと期待しています。そしてマレーシア人の高賃金の雇用を創出すると同時に新たな環境に優しい経済機会を開くことができると強調しているということです。はい、ということでマレーシアへの投資ですけれども、以前もこちらの動画で紹介しました。合わせてご覧になってください。そしてこの動画をですね、紹介した時のコメントの中に、発展途上国の人がテスラを買えるのかというコメントがありました。そこでちょっと調べたんですけれども、マレーシアの平均年収は約238万円です。一方日本は平均年収が443万円となっています。なので日本の約半分ぐらいの年収でテスラが買えるのかっていうところなんですけれども、ちょっとここから踏み込んで調べたんですけれども、マレーシアの所得分布図というのがあります。こちらケミカルナビというねサイトなんですけれども、これを見ると2009年から2020年に向けてこのブルーのところが富裕層と言われる部類に入るんですけど、この富裕層が今2020年では 64.9% を占めているという状況みたいなんですよね。そしてハイヤーミドルと言われている人が 24.2% で、ローアーミドルが 9.1% で、低所得者っていうのが 1.8% ということで、この富裕層が 64.9% もいるという状況みたいなんですよね。ということから考えると、このマレーシアの平均年収はあくまで平均であって、富裕層のレベルになってくると別に問題なくテスラは買えるというところがあるんじゃないかなと思います。つまり購入できる層が多いのではないかなと考えます。もしこのあたりに関して詳しい方がいらっしゃったら、コメントの方で教えてもらえると嬉しいです。では続きまして、テスラ株は反落、マーケットの魔術師は心配している。こちらの記事を紹介します。テスラの株価は下落しています。これはアラリリスの低下への懸念からの反落と言われています。そして注目ポイントとして2つあります。それは3度の米国投資チャンピオンに輝いたデビッド・ライアン氏が、
テスラの好調は終わりに近づいている可能性があると表明したこと、そして第2四半期報告までの1週間でキャシー・ウッド氏の会社が7万3000株以上のテスラ株を売却しました。ということでこの2人の投資家の影響もありますよというところなんですけれども、やはり僕個人としてはこの記事の中でもあったキャシー・ウッド氏の売却、これがね大きいんじゃないかなと思います。まさか決算前に売却していたということをですねちょっと知らなかったので、これが影響してるのかなとも思います。ということはですね、逆に考えると次にキャシーさんが買うタイミング、ここに合わすといいかもしれませんね。ということでしばらくキャシーさんのね情報というのを追ってみたいと思います。はい、では最後にですね、ウォール街のストラテジストによれば、今日テスラ株を買うのは2009年にアップル株を買うようなものだという、こちらの記事を紹介したいと思います。ウェドブッシュのアナリストのダン・アイブス氏は、短期的な利益よりも台数を優先するテスラの戦略を称賛しています。テスラの現在の戦略を2008年から2009年にかけてのアップルのアプローチと比較しました。テスラが将来的に完全自動運転 FSD 技術を収益化できるよう戦略的に位置づけることで他の自動車メーカーを出し抜いていることを示唆しています。アップルは2008年初頭、時価総額1750億ドルでした。そして14年足らずで15倍以上の最近では3兆ドル企業に成長しています。これはハードウェアの革新、サービス分野への進出が大幅な収益につながっています。アップルは iCloud、Apple Pay、コンテンツ購読などのサービスを提供するようになった結果、一貫して利益率の高い収益が得られるようになっています。そしてテスラも同じような立場であると見ていて、ウォール街がテスラの潜在力を過小評価していることを示唆しています。イーロン・マスク氏も粗利率ほぼ 100% と主張する FSD ソフトウェアの販売、ライセンス供与、ロボタクシーの商業化、これらを挙げています。現在世界の自立走行車市場は年率 35% で成長し、2032年には 2.4 兆ドルに達すると予測されています。現在テスラのハードウェア基盤は発展途上ですが、AI ソフトウェアとサービスへの進出によりアップルのような高収益をもたらす可能性があります。アークインベストはテスラの価値は2027年までに 7.9 兆ドルになると予測しています。そしてイーロン・マスク氏はテスラの評価額が将来10倍になり、時価総額が約 8.5 兆ドルになると考えています。はい、という記事でしたけれども、僕自身はですねこの記事に関しては全く同感です。で、僕自身もよくアップルを例にすることがあります。これはテスラがアップルのようになると僕は思っているからです。僕自身は iPhone は初代から使っています。モデル Y も発売されてから2ヶ月後に購入しています。そして僕自身は使ったらわかると思います。アップルも当時スマホは使えないって僕は言われました。画面が割れるとかアプリとか使わないとかタッチパネルが使いにくいとか結構僕は言われました。そして Mac も使っていましたけれども Windows との互換性が悪いとか動かないソフトが多いなど言われていました。そしてテスラですけれども、充電とか時間がかかるとか航続距離が心配っていう状況ですよね。これがねもう僕自身はね似ているなと思ってるんです。だからこそテスラの将来には期待できるなと僕は思います。はい、ということでまとめですけれども、今日はマレーシアへの投資、そしてテスラ株は反落、そして今日テスラ株を買うこと、これらの記事を紹介させてもらいました。決算発表が終えてですねテスラ株は下がっています。ということは今が買い場だと僕は思いますね。下がっている時に応援を込めて買う、これが投資の本質だと僕は思います。ということで僕自身昨日ですね追加購入させていただきました。で、資金のね一部を入れています。もしかしたらまだね下がるかもしれませんので、下がったらねその時にまた買おうかなと思っています。約1ヶ月前をねちょっとね思い出してほしいんですけれど、あの時ってね連勝していましたよね。そしてもっと上がる、もっと上がる、もう下がるとかないっていう風に思いませんでしたか。今のこの下げをね見てもらったら分かると思うんですけれども、上がり続けるっていうことは絶対ないんです。下がる時はねあります。そしてテスラの場合はこの上げ下げが激しいんですよね。なので僕自身は今が買い場だと思います。もちろんねもう少しね下がる可能性もありますので、資金を分けて投資したらいいんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょうかということで、あくまで自己責任でお願いしたいですけれども、今が買い場じゃないかなと僕は思います。はい、ということで今日はね土曜日なので、先週行ったアンケートの結果回答、これをねしていきたいと思います。アンケートではこちらですね、 79.1% の方が今週は上がると予測されています。そしてあまり変わらないが 11.6%、 下がると答えた方が 9.3% でした。先週末は 281.38 ドルで終えました。そして今週末は 260.02 ドルということで、結局今週はですね、下がるっていうのが
回答となります。途中ね290ドルまで上がったんですけどね、あの時は上がり続けるかなと思いましたけれども、残念ながら今週末は下がって終わりということで、この 9.3% の方が正解ということになりました。はい、その他ですね、ズバリあなたの予想はというところですけれども、結局260ドル台なので、260ドル台というのがここですね、7% の方が260ドル台ということを回答されていますけれど、こちらが正解で、もうこれ以降はですね、280ドル、290ドル、300、300ドル以上という方がね、多かったんですけど、こちらの方がね、残念ながら外れということで、この 7% の方が当たったということですね。はい。はい、ということでアンケートの回答でしたけれども、また明日ね、アンケートしますので、ぜひね、参加の方よろしくお願いいたします。はい、では最後にですね、今日のコメント、こちらを紹介したいと思います。まあ今日なんですけど、昨日はですね、多くの方が買い場が来たというね、コメントをね、してくれました。昨日の動画のコメントをね、紹介させていただきますと、長期目線では買い場が来るかもしれませんねっていうこととか、おしめ買いのチャンス、テスラを信じろ、この時を待っていた。単体株で増資しようかなと、過去のアップルを考えれば問題なし、目先の利益は見ていませんということで、この方もアップルと同じようになるというふうに考えているということですね。それとかチャンスですね。で、買い増ししましたというコメントをいただいております。ということで、多くの方が買い場が来たというねコメントをねしてくれています。で、株っていうのは僕自身は下がっている時に買うものだと思っています。で、テスラの場合は長期がいいですね。まあ、これもですね、一昨日のコメントの中でイーロン・マスクさんの発言を訳した内容をコメントに挙げてくれた方がいらっしゃいます。紹介しますと、こちらですね、インタビュー内容抜擢です。で、イーロン・マスクさんですけれども、私たちは激動の時代にいます。例えば、私はテスラの長期的価値に非常に高い自信を持っています。私の見た通り10倍への道が本当に見えてきています。これを会社の価値の5倍、多分10倍の増加と呼んでください。そして、しかしその過程で物事が進む場所、試練や苦難、市場のムードは予測できません。ですから、バイアンドホールド、長期で保有してねって意味という古い格言は正しいです。投資のアドバイスとしては、好きな製品として会社を見極めるのがいいと思います。いい製品を作り続けるのか、それとも素晴らしい製品を作り続けているか見てみましょう。その株を買って保有してください。それだけです。あなたの勝ちです。企業が存在する理由は、商品やサービス、理想的には素晴らしい商品やサービスを作るためです。他の理由では存在しません。そうすべきではありません。だからこそ、いい製品を製造し、将来有望な会社の株を買うべきです。実際それは常識です、というコメントですね。ありがとうございます。ハイテクゾットさん、ありがとうございます。ということからも結論としてはですね、このような下げた時に株は買う、そしてテスラを信じて長期で持つ、これが結論じゃないかなと思います。ということで、僕自身は昨日少し買い足しました。まだ少し下がるかもしれないので、資金を少し分けて、下がったら下がったでまた追加で買おうと思っています。はい、ということで昨日もですねコメントいただきました。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。そして明日株価予想アンケートをします。質問内容のリクエストもお待ちしております。はい、このような感じで僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してコメントをもらえると嬉しいです。コメントは必ず返信します。ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。そして今回紹介した記事の内容はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず LINE のオープンチャットを使って、テスラの将来や AI、Web3 など未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。今後のテスラや未来の最新技術についていろいろと情報交換しています。興味がある方は参加してみてください。参加方法は画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。はい、昨日なんですけれど、昨日ですね、僕の知り合いでガソリン車が好きな人がいるんですけど、その方にテスラに乗ってもらいました。僕がテスラ持っているからあまりその電気自動車の悪い点とかって言わないんですけど、僕がその電気自動車に乗る前にはもう電気自動車なんか使えないとか、そういった感じの意見をね言われている方で、俗に言うアンチ EV と言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、その方とですね、昨日ちょっと一緒に車に乗って出かけるようがって乗ったんですけど、めっちゃテスラ絶賛してましたね。僕がいる手前ですね、文句を言えないっていうのもあるんですけれど、実際ね、加速とか
中の仕様とかを見て、あ、すごいいいね、全然自分のイメージとは違ってたっていう風な感じをね言われていました。なのでやっぱりねテスラに関しては一度試乗してもらいたいなってやっぱ思いますよね。あの昨日は本当なんか僕自身ね結構ねデメリットっていうか悪い点言われるかなって思ったんですけど、すごいあの絶賛してくれたので僕としてはねすごい嬉しかったですね。あのなのでぜひねテスラはね、まあ、買う買わない別にして実際一度試乗してみてください。本当ね試乗してみたら感覚変わると思います。でテスラ株投資をされていてテスラをねまだ持たれていない方、ぜひね一度ねそういった方もテスラ試乗してみてください。そうすると将来に対しての自信っていうのがねもっともっと出てくるんじゃないかなと思います。ということであのもし可能な方はテスラの試乗やってみてください。はい、では週末ですね、素敵な週末を皆さんお過ごしください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。お知らせです。僕自身の YouTube でのメンバーシッププログラムを始めました。コンテンツ内容としては投資に対する考え方やビジネスについて僕自身の経験や今僕自身が学んでいることをですねお届けしています。そして僕自身がどのように投資しているのか、こちらについてもお伝えしています。実践模様をお届け中ということですけれども、僕自身が実際に現金で50万円入れてそれを株式投資で運用している様子をお届けしています。どのように投資しているのか、そして結果がどうなっているのか、これをですね一つね口座を用意してそちらに50万円入れてそれをお見せしています。少しでも投資の参考になればとも思っています。メンバーシッププログラムの対象者ですけれども、自己成長に興味がある方、投資やビジネスを勉強したい方、年齢や経験を問わずこれからの自分を高めたいと思っている方です。僕からのメッセージとして、一緒に成長し学び、そして自己を高めるということに真剣に取り組みたいと思っています。このプログラムを通じて一緒に新たな可能性を模索し各自の成長を実現したいと考えています。あなたの参加を心待ちにしております。一緒に成長して一層彩りのある人生をね送っていきましょう。参加方法は概要欄にメンバーシッププログラムのリンクを置いていますので、そちらの方から参加してみてください。ではあなたと一緒にメンバーシッププログラムでお会いするのを楽しみにしています。ではまた。